演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ごまんにちょんごまの香りが麦と合う。ごまとかかるといわれて、やっぱりごまの香ばしさがありましたね。でも、ごみぐらいの香ばしさがありましたね。むしろ香ばしさが少なくて、ですら思いましたね。普通の味噌より美味しいと思いますね。この香りの効果があると思って、ご存知の点数が出てきました。3人の味噌に、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分でね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。